ウィンス、何やってるんだぜやわら。何って、リロードランクだよ。おお、珍しいな。ちょっと動画にできそうな企画があったからジャムさんと紹介してるんだ。ジャムさんと？また変なことやろうとしてるだろ。別に普通だもん、低確率出現のエキゾチック武器が必要だから。それが出るまでやらないといけないんだけどね。気が遠くなりそうな企画だな。でもほら、リロードランク結構楽しいぞ。いやお前、なんで最後の敵さんに 1V1 会場作ってるんだよ。お、ノリのいい敵さんだった。よっしゃ始めー。すっげ、やってくれる敵さんいるんだ。私の方が早いって？やばい、多分まだ入ってない。いやリロードしとけ。あぶね、負けたらジャムさんに説教されるとこだった。そりゃ誰でも怒るわ。まあ楽しそうなんならよかったわ。撮影、無理するなよー。優しいなマリサ。よっしゃジャムさん、エキゾチック武器探すぞー。はい、頑張りましょう。よし、ラスト一人、落とせる、とどめだー。やったー、リクロイだぞー。ナイスですやわらさん。あ、ジャムさんもナイスだったよ。ありがとうございます。でも、まだ、一回もエキゾチック武器見てないですね。これ多分もう無理ですよ。しかももう夜中の3時です。そうだよね、続けても出なかったら意味ないもんね。悔しいけど、今日は寝よう。ありがとねジャムさん。いえいえ、また誘ってください。それでは。うん、でもどうしよう。これじゃあ作りたかった動画が作れない。悲しいけど、リロードの動画はお蔵入り。もうダイヤ3なのー。バカな、ぶっ続けでやってたとはいえ、まだ初めて5時間だぞ。次のランクはエリート、その次はチャンピオン、そして、最高ランクのアンリアルが目前やんけー。待てよ、これはチャンス。1日でアンリアルいけたらすごいんじゃね。でも私もジャムさんも体力の限界。どうしよう、何か、方法は。そうだ、みんなに任せればいい。それならいい企画ができる。それで行こう。すぐにみんなへ伝えに行こう。私のために頑張れー。そして、霊夢たち4人は、地獄の耐久ランクリロードを強いられるのであった。いやなんでー。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、フランです。あやです。マリサだぜ。あとケイです。ということで今回は、ランクリロードで、アンリアルランクまで耐久を。ちょっと霊夢さん敵さん来てますよ。おいおい本編の説明もさせてくれないのかランクリロードは。いや激戦区に私たちが降りてるからだろ。霊夢さんが物資集めぐだってる間に説明しちゃいますね。ぐだってるとか言うなし。今回、やわらさんのご命令で、アンリアルランクまで行かなきゃいけないことになりました。しかも1日でな。無茶ぶりすぎ。他に動画ネタなかったのかよって思うのは私だけかだぜ。いやみんな思ってるだろ。現在、エリートランク、ゲージは 77%。すでに10時間はやってるのに。効率的にゲージを稼ぐには、キルを稼ぐしかない。いやー、そしてそのままサブまで削りキル。ナイス、助かったわ。激戦区のパラダイスファームズに降りたのもキル稼ぎが目的だぜ。今のリロードは大体みんなここに降りるもんね。毎回敵さんめっちゃ来る。とりあえずもうちょいでチャンピオンだし、このマッチで昇格しちゃいたいな。だな、ならキルだぜ、霊夢あの敵さんどう？当たれー、オッケー落とした。ナイスです、リブート直後の敵さんを。対空で落とせれば効率よくキル稼げるね。やられる側はたまったもんじゃないけどな。何にせよやられてもリブートできるし、ガンガン攻めていくよ。ショットウェーブ、からのサブマレンジャー。全然当たってませんよ霊夢さん。ならば払い手のショットガン。いやなんやねんそれ。いてて、私やられた。指定がいたとこ行くわ。てか今回のメンバー行ってなかったね。ほい、こんな感じです。珍しく定さんの登場ですね。あやがやりたくなさそうだったから。ちょっとそれ言わないでください。とりあえずあや、まあこんな企画やりたい人なんていないさっつー。追って終わった、詰めるぞい。ちょいとててまずいですよ。ここでカウンターのショット、やべえ弾入ってなかった。何してるんですかほんと。このショットガン一発一発リロードしないといけないから使うのむずい。レンジャーショットガン、チャプター3の時に出た武器ですね。ちょっと待って仲間さんのカバー EV、誰かカバーを頼む。あれちょっと待って、近くに誰もいねえ。ドキドキしすぎだ霊夢。終わった、これは終わった。まあまだやられてもリブートされるし全然大丈夫。いやだ負けたくない。ワンパンかよ。逃げる、絶対に逃げ切る。まだ後ろに2人いますよ。一発牽制入れないとか。やあ、おう、その距離50入るんですか。ふふ、これがレンジャーショットガンの強み。おい霊夢、リブートした敵さんまたそっち行ってるぜ。しつこすぎだろこの敵さん。接触でワンパンですよ。当てるしかない。ほらー、おーナイスワンパンです。倒すの3回目だぞこの敵さん。霊夢、パラダイスファームズに私たちいるよ。戻ってきてみんなー。ただいまー。いや勝手に行って戻ってきただけで草。ふん、合流もできたし、戦いに行きますか。以前この街は激戦状態だよ。全員一気にやられない限り壊滅しないし、強気に行きましょう。よっしゃ行くぞ、レッツゴー。ここ一人やったよ、でもまだ何人かいる。了解、加勢するわ。いた、狙う。やあ、オッケーやった。ナイスだけどごめん私やられた。ワンチャン救えるかも。うおー、勝つキルは取らせん。ナイスカバー、先に勝つキルを。でも仲間がいるのか。うへー、勝つ入っちゃった。そう、次から次へと。
ゲーム、カバーに来たよ。ナイス、一緒にこの敵さん倒そう。待って、やばい、屋根の中入っちゃった。ラーン、まだ倒せれば救えますよ。開けてくる瞬間、うん、この敵さんマジか。やばすぎ、さっきを優先してきてる。はい、赤線、絶対に救うぞ。まずい、霊夢来てる。ちょっと待、いやー、死ぬの鬼でくさ。なんでみんなそんなキルに執着するんだー。霊夢さんも十分キルに執着してます。いや、私はそんな、ちょっと待って、そんな強引に来られたらどうやっても回避。あ、もうめちゃくちゃでくさ。私はまだ終わらんぞー。物資やばいから一旦敵さん倒して補給しないとまずいね。これで戦うのは無謀すぎる。よーし、こっちで何人か倒してるぞ。ナイスだみんな、断崖あさり祭りだ。嫌です、そんな祭り。お、もうすぐリブート向こうか。十分暴れ回ってるで私たち。まだだ、まだ私たちはエリート。こんなとこでひよってられない。ギリギリまで攻め続ける。急に執着動向言ってたのに。うるさい、勝てばいいんだよ。もうどんでくさ。もうどんどん行っちゃうよ。リブート向こうまで残り30秒。無理するなよ。大丈夫、屋根入れた。あ、待って、外した。待てないでよ、レイム。無理無理無理。いやー、助けてマリサー。何やってんだ、山頂。いや、カバー早すぎだろ。そんじゃ背負ってこい。いやー、何してんねん。その敵さんに会った。蘇生できるよ。マジナイス。タコス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 タなんでこんな人数残ってんの。やばすぎ、このマッチ32人スタートだったのに。全然減ってないな。まあこれから減ると思うが。まずいぞ、周りが一気に戦闘を始めた。こんなところで突撃されたらその場俺の危険性まであります。早急に移動しよう。いい感じの場所ある。私拠点立てた。で、オッケムか。まずい、隣かぶってる。おわー、一斉に撃ってきた。狙われてるぞ私たち。やばすぎ、モッチ入ってきてる。迎え撃つぞ。いやー、ごめんやられた。高速回収だ。いや、早すぎでしょ。襲ってきた敵さん倒した。蘇生できるぜ。危ねえ、なんとかなったな。怖すぎるわマジで。さっきので一気に減ったけど、それでもいつもより多いな。もうこの時点でマッチ終わるのがザラだよな。いい時間なら大体終わってる。これがチャンピオンランクへ行く前の洗礼か。慎重に撃つぞ。あの敵さんあった。ナイス、このままやれそうだぞ。オッチダウン取ったぜ。完全に戦い方が大会とかスクリームみたいになってますよ。だってレベル高いんだもんな。でか、正面ダウン。物資運べるであれ。ナイス、進行して取りに行くぞ。マジで大会じゃないですか。まずい、次のアンチオクだ。移動優先、クラタオクは一気に行くぞ。レッツゴー。上取られてる。上がったらまずい。よし、並ばしたぜ。むむ、なんか目の前で蘇生してた。メンタル強すぎですそれ。おかげで物資増えたぞ。みんなは無事。いやー、ごめん、突撃された。その決断倒したけど、各キル優先された。すまん、救えなかった。どんまいだ。でも大丈夫、また1チーム壊滅してる。物資2人ダウン、物資取れるよ。ナイスだみんな、あとは頑張ってくれ。あー、アンリアルへ行くまでの時間も限られてる。このマッチ、確実にビクロイしに行くぞ。むむ、いや、さっき集中しようって言ったばかりじゃん。いや、ごめんつサブマくらえ。せ次のアンチこっちだ、てか思ったけど、リロードランチって、移動アンチないのか？確かに前シーズンと違いますね。普段ここまで長続きしないから全然わからん。いや、ほんとそれ。ロードが制圧できてるし、この段キープでいいかもね。なんか隠れてた敵さんやった。パーティー壊滅。いよいよだな、ラストバトルですね。レイムが引き来てる、やばい。おい、どうしたマリサ。ふざけんなー。見てる、何してんの。まったく、こんな時にエモートなんて。レイムさっきやってただろ。待って、レイム、この上敵さん。落ちて落としていいぞ。落ちて落とすわ。あ、戻しちゃった。何それ、逆にすごい。敵さん踏んだり蹴ったりでごめん。絶対混乱してましたよ、今の。だぞ、最終アンチ。おいおい、ランクで最終まで行くとかありえるのかよ。しかもこれ、自動アンチなしだ。じゃあこのまま狭くなるってこと。でももうラスト 3v3 だぜ。どうする。とりあえず上からの攻撃を対応。どんだけ打ってきてるのこれ。てかレイム、めっちゃ回復あるじゃん。レイム下で耐えてて、私と手で上上がってくる。了解、頼んだぞ。でも待って、様子がおかしい。アンチ内に敵さんいない、これは。うお、やったー、ナイスビクロイだみんなー。勝てた、よかった。謎にレベル高くて焦ったよ。ラスト焦ってか、敵さん全員アンチ外だった。うん、だったね。てかこれ、チャンピオン昇格来たんじゃないですか。そうだ、いけるかも。合計40キルもしたからな。これなら上がるだろ。そんな倒してたの私たち。こい、こんな上がんないの。おいおい、40キルして 12% かよ。さすがに上がらなすぎ。まあ次くらいで上がるでしょ。頑張りましょ。それじゃ動画の裏でチャンピオンまで上げておきますか。視聴者のみんな、ちょっと待っててね。が、昇格戦で事件は起きた。よしよし、いい感じ。このマッチでこのままビクロイすればチャンピオンまで上がれそうだね。そうだな、もう合計10時間はやってるし、早くケリをつけよう。そうだね、それじゃあ敵さんを。待って、なんか変な音する。変な音？
あの敵さんからする、やれるかも。オッケー倒した。え、ちょっと待って。ハンマーあるんですけど。嘘だろマジかよ。それ、強制確率で出るらしいですよ。おいレイム、動画回せ。これは撮るしかない。はいどうも皆さんこんにちは。今ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど。いやそれ言いたかっただけだろ。やばい、チャプター2とハンマーのダブル懐かしさで泣きそう。いやもう泣いてますレイムさん。でも目標は忘れちゃダメだよ。あくまで私たちはアンリアルへ行くんだもん。そうだな、勝たないとな。それじゃあこのハンマー手持ってくれ。え、いいけど何するの。懐かしのプリエリハンマー決めるぞ。出ました、最強コンボ技。オッケーやろう、レイムここの壁。よし、叩け。うわー、クリ入った。いやー、ナイス連携すぎるそれは。えへへ、この技ハマっちゃうな。なんか懐かしくて楽しいね。おいおい、その技強いけど決めるの難しいんだから無理するなよ。大丈夫大丈夫、レイム次この鉄板やばい、やられたー。一発だから。うおー、そのハンマーだけは絶対渡さねえ。ナイスカバーだレイム。よかった、ありがとう。大丈夫だ、またフリエビハンマーしような。なんか目的忘れてません。おい、あの敵さんラストだぞ。よし、決めるかフリエディ。いや、ラストはハンマーで直接叩いてもらおうぜ。いいね、取るぞ壁。取った、ハンマー。さすがにこれは来ただろ。レイムさん、見てみましょう。オッケー、見るぞ。お、よっしゃー、とりあえずチャンピオンだー。やっとか、まだまだ道のりは長いな。もうすぐ始めてから15時間、時間切れになっちゃう。そんな経ってるのもう。マッチ時間とか睡眠も入れてるけどな、どちらにせよもう時間がない。ここまで来たんだ、最後まで走り抜けるぞ。いやっほーい。さあ、決めに行くぞ。あれから何度かやって、現在 73%。このマッチで大量キルしたら、ワンチャンいけないかな。それにかけよう、大量キルするなら初動だよ。マッチ早速ぶっ飛び負けるこれ。幸先悪いですよ、レイムさん。撃たれるかもだけど強引に武器を。オッケー回収。おわ、今スライディングしてきてた。飛ばして落下死させようとしてきたのくさ。そう、許さんぞ敵さん。待ってください、これ別の敵さんですよ。お互いエイム前を。うますぎます。あかんあかん、ここから集中だ。レイム、一旦その家レイムしかいないからな。また私ぼっち一人行動してるだけだろ。でも私敵さんやれそうだぞ。絶対バレてませんねこれ。頭隠して死にかけたぞショット。メイニング選手終わってない。オッケー、とりあえず合流したぜレイム。ナイス、敵さんいる。どんな魚をそっちに送り込んだ。え、で本当に送り込まれとるやんけ。だから言ったじゃん送るって。オッケー、ここは制圧できたっぽいし、別のところ行きましょう。あー、ガンガン行こう。おい、ここパーティーしてるでー。楽しそう、私も行くわ。会話が戦闘強すぎます。待って、今参加者撃ってる。飛び入り参加者150カット。よし、みんなで行くよ。レッツパーリー。二人でおかしくなってますねこれ。おわ、やばい敵さん入ってきた。落ち着けレイム。おわた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 わ、勝てた。いやそれ勝つんかい。こっち一人あった、あと二人。オッケー、回復してから行くわ。ごめんやられた。まずい、すぐ行く。フランさんの企画です。よし、なら上から開けて。オッケー倒したぜ。やばい、味覚はした。ねえ、ごめん、悪気はなかった。綺麗な落下キルでくさ。レイムさんも落下しましたし、そろそろあれやりますか。いやいやいや、私の落下合戦かよ。まあタイミング的にもちょうどいいだろ。行くぞ、恒例の質問コーナー。終盤へ行くまでの間、YouTube のコメント返信をしていくぞ。回答はうつ主の柔らが担当するよ。それでスタート。今シーズンはズバリ何点ですか。そんなの100点でしょ。出ました、100点いただきました。まあ前シーズンもおもろかったし100点で、その前も100点かな。いや全部100点かよ。でもマジで全部のシーズン楽しめてるから、こう落ち着けがたいっていうのがあるよね。チャプター2が帰ってきたことに関しては、それはマジで最高だよ。だって普通のゲームじゃありえないもん。いやでもほんとそうですよね。もはや遊べることに感謝しなきゃだぜ。それはいいプレイヤーすぎる。スラービーが復活したので、ストーム酔いがあってもアンチ外耐久できますか。いやー、アンチ外耐久してくれって要望めっちゃ来るんだけど。絶対できないんだよな。残念だけどね。ストーム酔いがストームダメ600で発生するから、毎秒10ダメージの時にアンチ外出ても60秒しか耐えられない。無理とかそういうレベルじゃない。まあストームプリッツとか出たらまたやるかもですよね。できるチャンスがあったらやるから、やれたら動画にするね。多分できないけど。これラスト。天空城のと高いところから始めたら資材温存できるんじゃないですか。いいねー、たまには天空洞窟でおくか。ありっちゃありなんだけど、山とかから始める天空は弱いんだ。え、どうしてだぜ。天空の一番大事なことはバレてはいけないこと。普段の上を見る必要がないから、天空ってバレにくいんだけど。そうか、山から始めたら。そう、山の上は見られやすいってこと。なるほど、だから逆に海天空とかはバレにくいのか。うん、でも標高低い分資材使うけどね。天空が奥深いと思った人は高評価。謎の宣伝やねー。ということで今回はここまで。皆さんいつも質問ありがとうございます。動画ごとに別の質問して OK だから、じゃんじゃんコメントしてくれよな。それじゃあランクに戻るぞ。もう第6アンチ、そろそろ来るぞ。さあ、リブート迎
か。人数減らすチャンス。あの敵さんもうちょい。よし撃破。ナイス、いい感じだぜ。すでに24キル、キル数も十分稼げてますよ。だがまだギリギリでリブートしてくる敵さんがいるはず。いた、あれだ、撃つぞレイム。オッケー了解。一戦で落ちた。私が対空マンモス当てた。いやナイスすぎそれは。いい感じだぜ、みんな極まってきてる。そうだよね、ずっと戦ってきたんだ。もう、おー、ナイスマンモスです。へへ、やっと手が温まってきたか。それ言うにはタイミング遅すぎでしょ。この敵さんあった、詰めれるよ。後ろから圧かける、レイム詰めて。オッケー、撃てそう。いや、ナイスクロス打ち。よしよし、こっちのエリアはもうだいぶ制圧したな。みんな集合してるか、フランはいるし。待って、敵は私やばい、敵さんに来ると追いかけ回されてる。おーマジかよ、仲間の隙をついたら、そりゃもちろん。助けに行くぞー。みんなありがとう、なんとか耐えてる。飛び込み撃ちるぜー。ほらー、やっぺ外した、危なすぎますそれ。でも敵さん動揺してる。やあ、追ってフィールドカット。ナイス、でももう一人そっち行ってるぜ。ここか、せー、追って80カット。助かったわ、立て直せたよ。でも手をここまで追い込んだ敵さん、許せないよな。ちょっと会話怖いですよ皆さん。うおーん、謎に復讐心強め。ここだ、ここにいるのは分かってるんだ。よし、ちゃんと周りも張り替えて。この壁を。あれ、これ私の壁じゃなかったっけ。違いますよ。うわー、何してんねん。助けてみんな。仲間の隙の時はどうするんだよ。それは従順しすぎだろ。でもちゃんと来るんだけどね。ナイスだ、この下にいるぞ。やっぱ兵を襲った敵さんだ。自分で敵討ちじゃー。いやそれもはや敵討ちじゃねえ。パーティー壊滅、残り2人。しかもこれ、敵パーティー同士ですね。4対1対1か、これは勝てただろ。さあ、長い戦いに終止符を打ちに行こうぜ。オッケー、取り合ったぞ。ナイス、それじゃあ、今飛んだ敵さんがラストか。レイム、決めちゃえ。任せろ、ラストにふさわしい勝ち方を決めてやる。空中マンモスだー。よっしゃー、やってやったぜー。今の当たるんですね。しかもヘッド170だったぜ。当たった自分が一番驚いてる。自信を持て。合計30ラッキル、これはいったんじゃない。いやいっただろ、最高の締めくくりだったぞ今の。さあ、来い。全然足りないじゃー。うまく締まらなくてくさ。はい、ということで2マッチ後の未来に来ました。無事にディプロイです。いやこっちを動画にしろって思ったっと。録画が15時間以上もあってよかったマッチくらい選ばせてください。めっちゃ個人的理由すぎる。でも、これでちゃんと よっしゃー、アンリアルランスター。疲れた、ほんと疲れた。冷静に考えると1日でやるのは結構なアコ作戦だったよ。でも、みんながやらないようなことだから価値がある。ってな、うまくまとめるの好きだな。皆さん、うちでは貴重なランク動画、いかがだったですか。二度とやりたくないけど、こういう企画ももし好評だったら、またやることも、考えてあげなくもないかな。なんで上から目線なんだよ。でもあくまで大会の動画がメインだから、そこはブレずに行くよ。上がったらぜひ見てくれよな。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。